これをこんがり焼く前から。まあ最高だね。こういうところ。やばいね。赤身、ね、赤身も美しいね。うん、もう油、もう。これ、うん、ほんと筋ってすごいね、うん、ちょっとしたあれだけでそこに電気信号でね、うん、それではアダグマ焼肉をいただきます。岩塩のみでシンプルにいただきます。うん、最初だけほわっと香りがしますけどね、獣っぽい。でもね、全然弱い。タヌキに比べたらもう全く。でも油がやっぱり美味しいな。美味しい。うん、で、分かりやすく言うとマトンよりも癖がないって言ってもいいでしょうね。うん、アナグマ焼肉、これはもうジビエの中でももう幻と言われるのがよく分かりました。アナグマにかぶりつきます。骨に近いほど美味しい。それは、うん、それはね。食堂だから食堂、アナグマの首後ろの肉でございます。ちょっと熟成してますからね。いただきましょう。あ、する、アナグマの匂いがする。熟成したからかな、それとももともとそうなのか。ほわっとするね。タヌキとはまた違うけど、明らかに獣の香りです。肉自体の味は素晴らしい。奥底に獣の香りが。不快なね、匂いとかじゃないんですよ。だからまるでチーズのようにね、少し熟成されたジビエ特有の香り、上質です。アナグマのタンです。タンです。やっぱね、タン塩でいきます。柔らか、
パンはね、やっぱり、うまっ。やっぱ牛もタンって違うじゃないですか。アナグマもタンは違う。おいしい。ちっちゃいけどおいしい。ビビです。それでは締めのアナグマうどんいただきます。出汁がすごい出てる。アナグマ臭的な獣の香りはないですね。美味しゅうございます。